ダニール・ボリソビチ・シャフランは、ソビエトロシアのユダヤ系のチェリスト。ダニール・シャフランは1923年、ペトログラードに生まれた。音楽を学んでいた父母のもと、彼は、生まれる前から、すでに音楽に囲まれていた。後に、父・ボリス・シャフランは、レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団の首席チェリスト、母・フリーダ・モイセイ・エブナは、ピアニストになった。母が三気づいたとき、父は、 ハイドンのチェロ競争曲第2番を練習中であったため、技術的に困難なパッセージをマスターするまで病院に行こうとしなかったとシャフランは後年物語っている。最初にシャフランにチェロを教えたのは父であった。シャフランがずっとレッスンをせがんでいたのだという。8歳半になった時、父が小さなチェロをこれ見よがしに持ってきて、チェロを買ってきたぞと、父は怒鳴って言うのです。 座りなさい、勉強を始めようと。そして真面目な音楽家で厳格な教師だった父の指導の下で一年半、シャフランは生涯にわたって守り続けた訓戒を吸収した。この時に固く決めた原則は、作品が要求する演奏力をはるかに超越して演奏できるようになること。それによって技術的障害を克服することであった。練習中は情け容赦なく、 自らを厳格に律することも学んだ。10歳の時、シャフランは父に、当時レニングラード音楽院の教授であった、アレクサンドル・シトリメルのもとへ、レッスンを受けさせるために連れて行かれた。当初、レッスンは、シトリメルが教えていた子供のための特別、音楽学校で行われ、その後同音楽院で行われた。音楽院ではシャフランは選ばれた10人の才能ある。 子供の一人として出席している。シトリメルの元には10年以上泊まった。教育倫理などより、シャフランの技術的進歩を望んだ父の希望をよそに、シャフランは彼以外の死を持とうとしなかった。私自身の経験、そして同僚の音楽家たちすべてが私にとって第二の先生だった。と彼は語っている。シャフランが最初に公開演奏をしたのは10歳の時。 音楽院のコンサートの中の一幕においてであった。そこで彼は技術的要求が大きいとされるダービート・ポッパーの紡ぎ歌と妖精の踊りを弾いた。オーケストラとの共演デビューは1年後、11歳の時であった。ここでは、客演中のイギリス人揮者アルバート・コーツのもと、レニングラード・フィールト・チャイコフスキーのロココの主題による変奏曲を弾いた。14歳の時に、 若きバイオリニストとチェリストのための1937年、全素コンクールに参加した。シャフランは本来は年齢制限を下回っていたが、非公認のコンテスタントということで参加を許可され、第一等賞を獲得した。同年、華麗な超絶技巧、詩人的な風貌でセンセーションを巻き起こし、シャフランは国民的に有名になった。この賞の副賞として、 最上級品のアントニオ・アマーティのチェロも授与された。デニングラードでの音楽活動は、第二次世界大戦勃発によってひどく荒廃していた。中でも、全国コンクールは7年間延期され、再開されたのは1945年、ロシア国内での戦争が終結してからのことである。この時の勝者が若きムスティスラフ・ロストロポービチであった。1949年には、 この国の若き指導的チェリストとしてのシャフランの優位は、今や彼の4歳年賞にあたるロストロポービチにより、脅かされ始めていた。シャフラン、ロストロポービチの両者は、ブダペストで開催された1949年、民主性少年音楽祭におけるコンクールに参加し、両者とも第一等賞だった。このコンクールで審査員だったダビッド・オイストラフは書いた。両チェリストは、 ジェロの響きを完全に操る。彼らの軽やかなビルトを時期と優雅なテクニックは多くのバイオリニストが羨むはずだ。翌年、両優は再びコンクールで愛見えた。ボヘミアのチェリスト、ハヌシュ・ビハーンの生誕100周年を記念するイベントであるプラハでのビハーンコンクールで。シャフランは決勝戦でロココ変奏曲を演奏したが、再びシャフランとロストロポービチは 第一等賞を分け合った。シャフランが1950年に音楽院を卒業した時、彼は27歳、ロストロポービチは23歳であった。ほぼ10年間、彼ら二人は優れた若きチェリストとして結出した存在であった。両者ともすでに驚くべき芸術的段階を達成していましたが、彼らは気質上非常に異なっていました。 細部へのこだわりのおかげでシャフランは商品において卓越していました。彼の詩的繊細と彼が意のままにしていた音色の驚くべきパレットはロマン派や印象派のレパートリーに似つかわしいものでした。彼らの気質は彼らに全く別の人生を歩ませることとなった。シャフランは独創者としてのキャリアを追求し、録音も非常に広くいった。レパートリーには主要な競争曲。 チェロとピアノのための作品、無伴奏の作品が含まれる。高音領域における脅威のテクニックは、広範囲にわたるバイオリン用の作品を、幻聴のまま演奏することを可能にした。シャフランは、チェロのレパートリーの拡張にも努め、他の楽器のための作品を、チェロ用に編曲し、演奏した。しかし、ソビエト及び旧東シュガー諸国外には稀にしか、演奏旅行に出ず、 録音は事実上ほとんどメロディアに限られていたために、シャフランの国際的名声は非常に限られていた。1950年にシャフランは彼がそれまで頼りにしていた家族や死と離れ、モスクワに移った。これは彼に芸術上の危機をもたらした。シャフランの初期の活動は彼自身の観察によれば非常に困難でした。 私はヘマをやらかしましたがこれは全く自然なことです。多くの神道たち同様、シャフランも成熟した芸術家に成長する必要があり、最初の妻でありリサイタルのパートナーであったニーナムシニャンが過去と決別して新たな視野を広げるよう促し、この点で彼の非常な助けとなった。シャフランの初期のコンサートや録音が当時の評判を明らかにする。最初の録音は、 14歳の時のロココ変奏曲であった。1946年にはルーマニアでジョルジェーネスクをピアノに迎えての演奏会。1954年には作曲者自身の指揮によりカバレフスキーのチェロ競奏曲第1番を録音した。カバレフスキーはこの時に感銘を受け、チェロ競奏曲第2番をシャフランに検定することとなる。 1965年にはこの作品を初演、録音している。1956年作曲者をピアノに、ショスタ・コービチのチェロ・ソナタの伝説的録音。私が何を質問するにも提案するにも、ショスタ・コービチは一言一句に耳を傾け、どんな新たな細部にも同意しました。スコア上の彼独自の中期に反することさえにもと、シャフランは述べている。これは、 ショスタ・コービチの性格だけでなく、シャフランの自らの音楽観への自信を際立たせる。1962年には作曲者の指揮で、ハチャ・トゥリアンのチェロ競争曲を演奏した。シャフランは、最初の妻、ピアニストのニー・ナム・シニャンと共に、数多くのコンサートツアー、録音を行った。後には、ピアニスト、アントン・ギンズブルクと長期にわたるデュオを組んだ。 シャフランのアメリカデビューは1960年、カーネギーホールであった。その際彼は、死の兄弟である、オシップシトリメルに会っている。イギリスでの最初の演奏会は1964年、ビグモアホールとロイヤルフェスティバルホールで行われた。日本にも数度訪れ、オーストラリアにも演奏旅行に出ている。ベルリンの壁崩壊の時までには、シャフランのコンサート活動は終わりを迎えようとしていた。 シャフランは演奏の最終的で謙虚な方法を取った。ビブラート、フレージング、ビルトオジティのすべてが彼の際立って情熱的な演奏に加味された。様式の特質としては豊かな音色、無限の音楽的自由、技術的熟練が挙げられる。第一リストとしては異例なことに、シャフランは生涯を通じて同じ楽器を弾いた。 14歳の時に獲得したアントニオ・アマーティのチェロと、笛の絆を築いたのである。このチェロは1630年作とされる。大きさは、フルサイズのものより、若干小さく、いかに素晴らしいものであれ、どんなアマーティも、その活動の頂点にあった、ソロチェリストにとって、十分力強かったか否か疑問視されてきている。しかし、シャフランの録音は、このアマーティが力を書いていたという。 いかなる気配も見せない。1九9七年九月、シャフランの死後しばらく経ってから、未亡人スベトラーナ・シャフランはこのアマーティノ・チェロを、グリーン化博物館に寄贈した。ABCDEFGHIJKL マーク、シルバークビト、A カンバセーションウィズ、ダニエル・シャフラン、フロム・ザ・ウェイ・ゼイ・プレイボリューム八バイ・サミュエル、アップル・バウムヘンリー・ロス・ハット・ AB ・マーガレット・キャンベル、 アビチュアリー・イン・ザ・インディペンデント、ハット・ ABCDEFGHIJ マー・ガレット、キャンベル、ザ・グレート・チェリス、ハット・ ABCDE ・エリザベス・ウィルソン、ロストロ・ポービッチ、ザ・ミュージカル・ライフ・オブ・ザ・グレート・チェリスト、ティーチャーレジェンド・ハット・ ABC、ゾラ・マインダー・アビック、オール・ミュージック・ガイド、ハット・グリーティングス・フロム・ミセス・シャフラン。ありがとうございます。